何これ、こんなものあり得るの。上からこの年輪を刻んでますよ。こうなんでございますよ。なんですこの木目。生の味ですね。白インゲンの白と小豆の赤、それで年輪を作ってるんですよ。あっと驚き、目を見張るような羊羹はできないものかと考え、ご機嫌よろしゅうございます。落語もできる和菓子 YouTuber 三遊亭龍楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズでございます。この度のお品は富山県富山市鈴木亭さんの木目羊羹でございます。木目羊羹ね、どういうパッケージでしょうか。木目羊羹、木目羊羹、こういう感じでございますね。すっきりしたね、品格のあるパッケージ。そして木目羊羹ってから木目かと思うでしょ。これか、ね、木目なんですよ。何これ、こんなものあり得るの。このテカリがあってこの木目ですよ。これ上からこの年輪を刻んでますよ、どう考えても。でこれね、この形をやっぱりカットして綺麗に皆様方にお見せしたいというようなことで、ちょっと切ってまいります。少々お待ちくださいませ。カットしてまいりました。さてさて、どのような木目羊羹でございましょうかね。木目羊羹ですよ。どうですかこれ、こうですよ。これがこうなんでございますよ。これなんです、この木目。これがね、もうカットするところでも全然違う。これこう今さっきこの木目だったでしょ。この木目を介してこういう木目が現れるんですよ。どうでございましょう、この姿。さて、それでは満を持して頂戴いたします。すごいよこれ。あ、両手やってた。この裏がこの木目、この木目ですよ。この美しさ、これも一口でいっちゃおう。見事ですね。すぐ次に手を伸ばしたくなる、そういうもんだ。これ なんでできてるかと言いますと、もちろん甘み、すがすがしい甘み、本当にちょっとしますねこれ。ああ、出ました、慶応出ました。慶応2年、白いんげんと小豆の、白いんげんの白と小豆の赤、それで年輪を作ってるんですよ。それです。あ、こっちのが正しい。これ確かもっと詳しく言って、これはもう鈴木さんの亭さんのあれが書いてある。ちょっと読ませていただきますね。この鈴木越後という店で江戸まで行って修行された。はあ、それでもって、修行明けの時に鈴木亭の屋号をもらった。これやっぱり素晴らしいことですよ。のれん分けということですからね。さて、越後だとか、越後だけど江戸にあるんですよ。鈴木越後さんから越中に戻ってきたわけですよ。だから江戸から越中、富山に戻ってきて開業となった時に、みんながあっと驚き、こっちもあっと驚きって倒して、あっと驚きましたね、この人はね。あっと驚き、目を見張るような羊羹はできないものかと考え、目見張りましたよ。はあ、そして、富山といえば立山連峰でございませんか。その立山杉ですよ。おお、
その優雅で風雅な立山杉の姿を生かしたい。これをなんとかあの木目を羊羹の衣装に取り込めないものかと何度も失敗を重ねた末に、あずきの赤白、インゲン豆の白、このコントラストを逆手にとって深みのある木目を描き出すって、これどうやって作ったんですかね。ねえ、これはもう本当に数奇亭の秘中の秘として受け継がれてる。そうでしょうね、これ。はあ、なるほど。いや、で、やはり江戸菓子の伝統っていうのはね、なんか感じますよ。このね、このさっきね、すがすがしいって言いますけどね、キリッとしてしつこさがないの、みじんも。ちょっとね、お茶を一口いただいてからまた改めて。これを頂戴したいと思います。これたものね、頂戴します。やっぱりそうです。キリッとしてすがすがしい。これね、羊羹ちょっとっていう人でもね、大丈夫ですよ。もうね、これは全くしつこさがない。で、スーッとね、喉を通っていって、この、ね、口どけもね、いいから、もう終わっちゃったの、そういう感じ。それで、心地よい余韻を残してくれます。いや、名家でございましたね。私もですね、富山随分好きで行ってますでしょ。まあそれでもね、もう独演会100回以上やってます。各都市ほとんど行ってるんですし、また富山市自体ではね、もう何十回やったのかい。いや、すいません、こんな素晴らしい和菓子初めて体験しました。富山といえば和菓子どころでございますが、その中でも群を抜く名家といって間違いございません。まあぜひこれ皆さんね、とにかくもうご贈答品としたら最高でございましょう。そして食べてまた美味しさに驚くということでございますからね、ぜひご利用していただきたいと思います。概要欄にリンク貼ってございますので、ぜひ、そちらの方をお使いくださいませ。私の方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まあ、こちらの方はね、またじっくり味わわせていただきます。それでは本日ご紹介させていただきましたのは、富山県富山市鈴木亭さんの木目羊羹でございました。誠にご退屈様でございました。